ブラウンシュバイク公国ヘティソクトゥーム、ブラウンシュバイク国家、不明ブラウンシュバイク公国は、ドイツ連邦、北ドイツ連邦、ドイツ帝国の両方の一つ。1815年のウィーン会議の結果、かつて新生ローマ帝国のブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公領だった地域を、領土として創設された公国である。首都はブラウンシュバイク。ボルフェンビュッテル広告は、ナポレオン戦争で、 フランス軍に占領され、ナポレオンの衛星国家ベストファーレン王国に組み込まれた。ボルフェンビュッテル公フリードリヒビルヘルムはこれを認めず、ゲリラ戦でナポレオンの支配に抵抗した。1813年にボルフェンビュッテルが解放されると、ナポレオン戦争後のウィーン会議で広告の地位が認められ、ブラウンシュバイク広告に改名された。フリードリヒビルヘルムは、 エルバ島からフランスに戻ったナポレオンと戦って戦死したが、百日天下でナポレオンがセントヘレナ島へ流刑になり、長男のカール二世がブラウンシュバイク公として即位した。幼少のため、成人するまでは、同族でイギリスとハノーファー王国の摂政ジョージが後見人となったが、成人後の統治は不評で、1830年にフランスで7月革命が勃発すると、 ブラウンシュバイク市民が反乱を起こし、カール2世は大尉に追い込まれ、弟のビルヘルムに行為を譲って亡命した。ビルヘルムは統治は大臣に任せて、自らはエールス公領で過ごした。ドイツ統一では主導していたプロイセン王国に従い、ドイツ連邦、北ドイツ連邦、ドイツ帝国の両方として存続した。ところが、この内ビルヘルムが、同族の元派のオファー王大使、 エルンスト・アウグスハノーファー王国は、広島戦争で、オーストリア帝国側につき、敗れて、プロイセンに併合されていたからである。結果、1884年に、ビルヘルムが死去した時、ドイツ帝国は、エルンスト・アウグストのブラウン・シュバイク皇位継承を却下。広告は、君主不在のまま皇族のアルブレヒト・フォン・プロイセンを、摂政に置き、アルブレヒトの死後は、 ヨハン・アルブレヒト目メ・クレンブルクを、摂政の地位につけた。ブラウン・シュバイク公くらいの復活は1913年、元ハノーファー王大使の同盟の息子、エルンスト・アウグストが、ドイツ皇帝ビルヘルム・二世の娘、ビクトリアル・イーゼと結婚したことで実現したが、第一次世界大戦末期の1918年で、ドイツ革命が発生、ドイツ帝国が滅亡するとエルンスト・アウグストもわずか5年で、 大位、ブラウンシュバイク広告は、バイマル共和制のカブラウンシュバイク自由州となった。旧ハノーファー王国中部に、領土は分散していた。東部は、プロイセン領ザクセン州に隣接、西部は、バルデックやプロイセン領ベストファー連権ンンと国境を、接していた。ありがとうございます。